アルプマイナス 45DP は、ボンバルディアトランスポーテーションが、北、アメリカ向けに設計、製造した、電気、ディーゼル両用の機関車である。アメリカ合衆国のニュージャージートランジットとカナダのモントリオール大都市圏交通局が導入した。各社とも、ドイツカッセルのボンバルディア工場で生産された。電革間では、空電車線方式の電気、機関車として、非電革間では、 電気式のディーゼル機関車としての運転が可能となっている。ニュージャージートランジットでは郊外の非電化線区からディーゼル列車の通過が不可能なノースリバートンネル経由でペンシルベニア駅への直通する列車への充当用に導入された。当初発注は26両、あと29両を追加発注して合計35両が導入されている。 2012年5月30日に運用を開始した。電化区間では、交流 12.5KV25Hz 及び 25KV50Hz の両電圧に対応する。モントリオール大都市圏交通局では20両が投入された。2014年に非電化で開業したマスク主線向けに導入され、ディーゼル列車が入線、不可能なモンドはア、ER、ルトンネル経由で、 モントリオール中央駅への直通用として運用されている。トンネルを含む電化区間では、交流2 5 k v 6 0ルツの河川終電で走行する。ありがとうございます。